バスラは、イラク南東、シャットゥルアラブ川の右岸にある、港湾都市。オイルターミナルイラク南部の中心となる同国、第二の都市で、バスラ県の県都である。石油パイプラインの終点で、石油製品の石出港。メソポタミア南部で生産された穀物や、ナツメヤシなどの輸出港でもある。出身者には、マーサルジャワイヒ、イブンアルハイサム、マーシャーアッターなどがいる。 人類最初の王権が成立した都市とされているエリルが古代はあった。バスラは638年に第2代政党カリフ、ウマル一世の派遣したウトバイ文ガズワーンによってイスラム史上最初の軍営都市として建設されたが、元々の市街はシャトルアラブ川から離れた場所にあり、現在ズバイルと呼ばれている街の位置であった。旧バスラは当初はイラン征服、 当地の拠点として活用され、まず政治都市として発展したが、運河と川を通じて、ペルシア湾に接続され、ペルシア湾岸最大の貿易港、ペルシア湾を経由したインド洋貿易の中継地となるとともに、肥沃なチグリス川、ユーフラテス川下流域で生産された穀物の集積地として繁栄を極めた。アッパース長期には人口が30万人を超え、 地と人う物語にも登場したが、839年にイラク南部で起こったザンジュの乱やモンゴル帝国の侵入による被害から衰え、13世紀にアッパース朝が滅亡した後にほとんど廃墟となった。その後、シャトルアラブガーカハンに再建されたバスラを1668年に占領したオスマン帝国は、現在のイラク南部とクウェートの一帯を管轄するバスラ州を置いた。 第一次世界大戦でイギリスに占領されて補給基地として整備され原油石港として栄えた。イラク独立後は南部における最重要拠点となり、イラン・イラク戦争や湾岸戦争では爆撃を受けた。イラク戦争が勃発すると2003年3月から5月にかけてイギリス軍とイラク軍の間で戦闘が行われた。 2005年に1月に新政権の下で選挙が行われ、2007年に駐留していたイギリス軍の段階的な撤退が始まった。イギリス軍の撤退後、2008年に新イラク軍とマフリー軍との間で戦闘が行われた。バスラはシャットルアラブ川に沿いに位置し、ペルシャ湾から55キロ、イラク最大の都市バグダードから545キロの位置にある。バスラの都市内には、 運河が整備されており、中東のベニスとも呼ばれた。この運河がバスラの産業製品である夏目ヤ市の品質向上に貢献している。砂漠気候だが海に近い分だけ陶器は内陸より高雨がある。6から8月は最高気温が摂氏38度以上。12から2月は摂氏21度以下。降水量は5から10月がほぼゼロ。11から4月は 月間3 0ト、mm、ル前後である。1921年には最高気温摂氏53.8度を記録したとされている。気象学関係の日本語文献では長らく世界最高気温の記録としてバスラにおける摂氏58.8度が紹介されてきていたが、そのデータ出所について疑問が提起され、実際の観測値はクレメンスが報告した。 歌詞128.9度だった可能性が高いことが気象庁気象研究所の藤部文明によって指摘された。また2012年9月に世界気象機関は1913年7月10日にアメリカ合衆国のデスバレー国立公園のグリーンランドランチで記録された摂氏56.7度を世界記録としている。バスラのあるイラク南部は世界有数の油田地帯で 石油資源と多数の油性がある。製油所では、1日あたり、約14万バレルの生産能力があり、肥料など石油化学産業に支えられる。日量200万バレル以上の石油を輸出する積み出しし、基地があり、関連の造船、輸送産業がある。農業も盛んで、肥沃な土地に支えられて、米、トウモロコシ、大麦、トウジ人ビエ、小麦、夏目シなどが生産され、 家畜も飼育されている。交通関連施設としてバスラ国際空港がある。イラク航空の復興を受け2005年にバグダードとの空路を復旧した。またバグダードとの間には中国の援助で完成したバグダードバスラ高速鉄道路線も運行している。バスラをホームとするサッカークラブがある。ありがとうございます。